1等前後賞合わせて10億円が当たる年末ジャンボ宝くじの販売が今日から始まり、師走に夢をかける多くの人が買い求めました。浜松市中区の宝くじのマス目には幸運を引き当てようと、開店時刻の午前9時から続々と客が詰めかけました。今年の年末ジャンボは1等前後賞を合わせて10億円を23本用意しているほか、年末ジャンボミニは1等前後賞を合わせて5000万円が60本となっています。今朝は200枚購入する客もいました。当たったらどうしますか？世界旅行でも行きますかね。うち直す。まあ当たらんがね、ボランティアが寄付しちゃうね。あ、本当？年末ジャンボの販売は12月23日までで、抽選は大晦日です。